イオングループ、イオンエンターテイメントイオンエンターテイメント株式会社はイオングループの映画工業会社。株式会社、ワーナーマイカルとして設立され、2013年7月1日にイオンシネマズ株式会社を合併し、現社名に変更した。日本国内で最多のスクリーン数を運営する。合併以前はワーナーマイカルシネマズの野号で、 シネマコンプレックスを運営していたが、合併以降は、イオンシネマズが運営していた、イオンシネマの野号に統一した。合併前のワーナー・マイカル及びイオンシネマズの歴史の詳細は、それぞれの項目を参照。解消後の、イオンシネマ・イオンエンターテイメント株式会社は、1991年に、ワーナー・ブラザース・インターナショナル・シネマズと日位の合弁で株式会社、 ワーナーマイカルとして設立されたが、2013年2月28日にタイムワーナーグループが資本を撤退したことに伴い、ワーナーマイカルがイオンの完全子会社となり、同年7月1日には、ワーナーマイカルを存続会社としてイオンシネマを運営していたイオンシネマズと合併し、現社名となった。これにより、スクリーン数は609となり、東方シネマズを抜いて、 日本国内最多のスクリーン数を持つ映画工業会社となった。劇場名は同年6月から年内にかけてワーナー・マイカル・シネマズから解消しイオン・シネマに統一するとしていたが公式サイトにおける劇場名称や劇場の交渉としては会社の統合と同時つつけでイオン・シネマに統一された。なお、看板などは同年内をめどに全劇場を変更した。 また、ロゴに関しては、旧イオンシネマズ時代とほとんど同じものを引き続き、用いているが、配色が赤色から、現在のイオンのコーポレートカラーである、ローズレッドとなったほか、AC の文字が、旧イオンシネマズ時代のものよりも丸みを帯びたものとなり、さらに、イオンシネマ、イオンシネマのフォントが、イオングループ共通のものへとマイナーチェンジした。統合の同日より UNEXT と共同で、 シネコンとしては国内初の VOD サービスイオンシネマウェブスクリーンパードバイユーネクストを開始した。同サービスではテレビ、パソコン、スマートフォン、タブレット等で5万5千本以上のビデオ作品を視聴できるほか毎月もらえる PPV ポイントによりイオンシネマクーポンとの交換が可能である。ワーナーマイカルシネマズ時代には劇場マナームービーや 館内のグッズなどで、ワーナーブラザースが制作している、バックスバニーをはじめとするルーニートゥーンズのキャラクターが、使用されていたが、イオンエンターテイメント発足の2013年7月までに、同じく本編開始前の映像で用いられていた、カチンコくんともども廃止され、2014年2月26日に、後継キャラとして、ドラゴンのジャジャンが発表された。 ワーナー・マイカル・シネマズ及び旧ンシネマと同様、大半の劇場がイオングループの商業施設に併設されているが、イオングループ外の商業施設に出展している劇場も少数存在する。映画の自社配給に関しては、ワーナー・マイカルから遺憾されたものであり、大型商業施設に展開する都合上、子供向け作品が大半を占めている。ワーナー・マイカル時代は、 ワーナー・マイカル・シネマズの独占上映だったが、当社に移管された後は、ノータイアップの実写作品など、一部の大人向け作品に限られるが、イオングループの大型商業施設内にある、他社運営のシネコンにも上映されるようになっている。そのため、イオングループの商業施設内に、シネコンがない都道府県に限り、一般の映画館でも上映されている。イオンエンターテイメントの劇場を下記に示す。 席数が最も多いのは東京都板橋区にあるイオンシネマ板橋で最も少ないのは大阪府大阪市中央区にあるイオンシネマシアタス震災橋である w 旧アーナーマイカルシネマズの劇場 a 旧イオンシネマズの劇場無印統合後に開館した劇場北海道東北関東新潟北陸中部近畿中国四国九州ここでは イオンエンターテイメントに統合後に閉館した店舗について述べる。旧マイカルの傘下から離れた商業施設に引き続き出展している劇場も含む。開業当初は7スクリーン1360席だったが、2018年3月1日に2スクリーン190席を増設した。イオンシネマ統合時に新石巻から解消。 イオンシネマ統合寺に新潟から解消。12階にある陶劇場とは別に14階のスペース14で追加上映されることがある。イオンシネマ統合寺に高松から解消。ありがとうございます。